はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はバキシリーズから大来大祭トーナメントに出場した海王について見ていきたいと思います。海王とはバキシリーズにおける中国武術の高位の強者にして中国を守る守護たちに与えられる名誉ある称号。そしてその最高位は海王、改めて海王と呼ばれています。また中国大来大祭とは100年に一度行われる大会で、海王王のトップである海王を決める大会。今回はそんな中国大来大祭のトーナメントに出場した樹海王、李海王、サムワン海王、楊海王、陳海王、孫海王、毛海王について見ていきたいと思います。よろしくお願いします。樹海王、竜王剣の使い手、今大会ナンバーワンの巨体。でかいやつは大体弱い。作中の活躍でのトーナメント1回戦の相手はマコメド・アライジュニア。試合開始序盤、樹海王は顔面への蹴りを放ちますが、その瞬間アライに金敵を殴られてしまい、悶絶してしまいます。グーパンで金敵はやばい。ジタバタして暴れ回り試合終了かと思われましたが、立ち上がり反撃するもかわされてしまいます。その後は何度も攻撃を繰り出していきますが、アライジュニアに華麗にかわされてしまいます。その間に金敵のダメージが回復した樹海王は勢いよく拳を突き出し攻撃を放ちますが、その瞬間を狙っていたアライジュニアにカウンターを浴びせられ勝負ありとなり敗北しました。巨人は大体カマセイヌだよね。李海王、中国の独手剣である薬光剣の使い手、反海王の弟、名字が違うためおそらく一兄弟と思われます。最強死刑囚の一人である柳流行と同じ独手の使い手、ただし柳と違って手の変色はなく、毒も受けると肉が腐り落ちる柳と違い、幹部が非常に腫れ上がりますが、相手を死に至らしめるものではない模様。毒手を食らった幹部の吸い出しを待ってくれるなど、誇り高くフェアな精神の持ち主。柳とは何でも真逆だな。毒手は前半7巻の陰手と後半5巻の陽手を加えた全12巻で完成する技であり、日本に伝来した前半7巻の陰手のみを習得した柳と異なり、李の毒手はいわゆる陽手の毒手。飲酒で受けた毒は限られた状況下で陽酒の毒を受けることで毒が裏返り解毒に転じます。作中の活躍でのトーナメント1回戦の相手はハンマバキ。開始序盤はバキの蹴りを受け吹き飛ばされてしまいます。ですがバキの足に毒酒を触れさせたことでバキの足が腫れ上がっていました。バキの様子から李海王はバキがすでに毒に侵されていることを察していました。その後は追手を行いバキの手首をつかみ攻撃を仕掛けるも、相手で返されてしまいバキの攻撃を受け吹っ飛ばされてしまいますが、李海王はこれを受け切り無傷でさばいてみせました。その後は毒手でバキを滅多打ちにしてバキを圧倒。バキの大量喀血で倒れてしまい勝負ありかと思われました。コンディション最悪とはいえバキに勝ったのか。しかし柳の飲酒の毒に侵されていたバキの体は李海王の陽酒の毒で毒が裏返り、中和して解毒してしまうという超展開が発生。これもハンマの血なのか。李海王はバキに次々と攻撃を仕掛けていきますが、すべて攻撃が形となる前に止められてしまいます。改めて毒が裏返ったことを察すると、バキに挑発を受け、これに乗った李海王は突きをバキに放ちましたが、指を破壊されてしまい、その一瞬の隙を突かれアッパーをもろに受け、体が宙に浮くほどのダメージを受けていました。そのダメージによって李海王は気絶、立ったまま勝負ありとなり敗北してしまいました。立ったまま敗北。半ば偶然とはいえ李海王はバキの命の恩人となったため、試合後は俺が今こうして立っているのはあなたのおかげですと最大限の感謝を示されていました。こやつがいなかったらバキは終わってたのか。意外と超重要人物だったんだね。サムワン海王、ムエタイと中国拳法の複合拳法の使い手、大出身ながら海王の地位を得た25歳の若き武術家。合理主義者で気合八系などを軽視しています。少年時代に巨大なコブラと戯れる姿を師匠となる中国拳法家素有章に見染められ、10年近くにも及ぶマンツーマン指導を受けていました。その後香港で各種来隊を総なめにし、大出身でありながらも海王の認可を得ていました。作中の活躍でのトーナメント1回戦の相手は各海王。試合開始序盤サムワンはより早く、より早く、より早く、そしてよりスピーディーにを意識し、角にハイキックを仕掛けていきましたが、その刹那足にサングラスを乗っけられてしまい、あっけに取られたところをトランクスを脱がされ、金敵をデコピンされて気絶するという赤っ恥を晒して敗北してしまいました。ただのデコピンなんだろうけど、
シャオリーの威力で放たれたデコピンとなるとサムワンのサムワンはもう、試合後は怒りのあまり柱に八つ当たりをしていたところ、裕次郎に日本人ならその場で腹切りだぜ、同じ負けるにしても負け方ってのがよ、言ってゆくか明日からも俺ならとてもとてもと煽られてしまいサムワンは襲いかかっていきましたが、顔面をそのまま手のひらで地面へと叩きつけられてしまい瞬殺。ですが未熟であるとはいえその負けん気は評価されていました。ムエタイは大体かませーぬ。とはいえ相手が悪すぎたね。了解を、三刀将混合拳の使い手、全体的に太った体型と太い眉が特徴的な容姿。性格面では自分の拳法に絶対的な自信や誇りを持つ自信家で、初期の烈海王に通じる部分があるとも言えます。精神崩壊を起こしてふぬけていたドリアンが海王である事実に否定的な姿勢を見せたり、一方的な試合内容に納得がいかず怒るなどのプライドも見せています。しかし折り場の危険性を体験したにもかかわらず、自身の方が圧倒的に実力が上だと信じて疑わないなど傲慢さや分析能力のなさもあります。ただのバカでは、舐めた相手に先制攻撃のチャンスをあえて与えるといった行動にまで出ていました。また混合拳と呼ばれる流派に属しており、その流派の実態は5体のダイヤモンド化を目標とした修行を行っています。その主要内容は勃拳を使った受打訓練、鎖での殴打、大型車両による腹部通過、旧式のカノン砲による砲弾炸裂の実体験に至る、もはやこれを乗り越えられたら人間ではないというような荒行を積み重ねないといけません。なんだこの修行は。さらにこの一連の流れだけではまだ終わらず、最終訓練として台風来襲の夜半に行われる落差30メートルの滝壺にて夜明けまでの滝浴びをもって終了。過酷な身体への負担に耐えきったようの筋肉は、まさにダイヤモンドのような硬さと輝きを見せていました。そんなことより普通にダイヤモンドが欲しい。作中の活躍でのトーナメント1回戦の相手はドリアン海王。しかしドリアンは精神崩壊から回復しておらず、ぼんやり立っているだけで隙だらけの状態。そのため楊海王は試合開始直後に激しい連撃を叩き込んでいました。そして連撃を浴びながらも気にする様子もないどころか、口から落としたキャンディに気を取られているドリアンに激高。まあそりゃ怒るよね。そこからさらに怒りの拳を浴びせていきましたが、ドリアンの反撃はふざけているレベルのスローパンチだったため、逆に様々な打撃を浴びせ、ドリアンを血に沈めて勝負ありとなり勝利していました。あっけない空気に会場が一瞬襲われる中、ドリアンはダメージをあまり受けていなかったようで自力で退場。防御ばっか鍛えて攻撃面全然ダメじゃん。戦えるようなコンディションには見えなかったドリアンが立ち上がって歩く様を、これもまた立派な武術英の姿と称える実況もあって観客席の空気に歓声が戻る中、要は控え室へ戻ろうとするドリアンと折り場の前に立ちはだかっていました。勝利こそしましたがドリアンの状態がひどかったことから一方的な試合になったことに不快感を表し、納得できん、この白人には海王を名乗る資格がない、あれが実力だとは絶対に認めんと、ドリアンとの再試合を要求した。しかしドリアンとの再戦の要求を聞いたオリバが、ドリアンは病気だとして自身が代行として戦うことを提案。この提案を聞いたヨウはオリバの体を見て馬鹿力が自慢であることを察していました。誰でもわかるわ。微妙に見下したような雰囲気のように対し、オリバは馬鹿力だけが自慢さと自落しながら柳の左手を掴んで握ってきました。握られた左腕が抜けないことに焦ったヨウはハイキックをオリバに叩き込みながら距離を取ると、すぐに試合場に出るように投げかけていました。試合はすぐに開始されることになり、開始直後からヨウはオリバに先制攻撃を行うように提案。ついさっきめっちゃ焦っていたのにもかかわらず、自称腕力世界一のオリバと自分では力量差がありすぎると見込んでの提案でした。アホだろこいつ。分析力なさすぎだろ。混合拳の過酷な主要内容について自慢げに語ったヨウは、遠慮はいらぬ、思う存分叩き尽くしたまえっとして両足を踏ん張ったポーズを構えていました。これを聞いたオリバは軽い態度でわざとらしく自分を卑下しながら提案に乗ることを伝えます。手を軽く伸ばしたオリバはヨウの頭を撫でるかのように触れ、触られたヨウは困惑の表情を浮かべ、バカだぜあんたとつぶやいたその刹那、頭の上からヨウは怪力で潰されてしまい、手足があらゆる方向に曲がりながら地に沈んでいきました。潰された姿は体が箱のように畳まる形となっており、あのジャガッタのごとく悲惨な状況となってしまいました。同じだ。あのジャガッタと同じだ。
あまりにもグロテスクな羊の姿に会場の空気が凍る中、裕次郎だけがダイヤモンドがへし曲がってやがると爆笑。羊海王は戦闘不能となり敗北となりました。珍海王、三号剣の使い手、三号剣とは木、剣、血のことを指し、地面からの反動を攻撃に利用します。大股を前後に開けて足を地面にしっかりつけてからパンチを放ちます。樹海王の集大を見て呆れるなど、海王の中では中の上くらいの実力はあった模様。作中の活躍でのトーナメント1回戦の相手は弱海王。試合開始序盤3号剣で弱を吹っ飛ばし、弱に3号剣について自慢げに語っていました。自慢げに語るやつはもう、珍海王は3号剣を理解した弱にさらなる攻撃を放し、ダメージを与え片膝をつかせていましたが、弱はすぐさま立ち上がりいきなりの講師としての勧誘と、強いだけではつまらんぞと余裕ある不敵な態度を取られていました。そしてその瞬間手首を握られ簡単に返されてしまい、そのまま肩関節を決められ外されてしまい気絶。勝負ありとなり敗北してしまいました。珍海王、鉄拳道の使い手、握力が自慢で両手につけた指輪を握り込みで破壊するほどの力を持っています。握力はもう、作中の活躍でのトーナメント1回戦の相手は烈海王。孫海王は試合開始前に両手すべての指につけた指輪を自慢の握力で破壊するパフォーマンスをしてみせましたが、日本には重ねたトランプを引きちぎり、人間の腕を破裂させる化け物がいることは言うまでもなく、試合開始早々孫は烈に単純な握力勝負を挑まれ、あっけなくご自慢の領域で敗北。しまいには烈から海王の名を返上し、今一度担当からやり直せと最大のダメ出しを食らい、死闘で気絶してしまい勝負ありとなり、海王のレベルも落ちたものだと苦言を述べられていました。もう海王、呪獣剣の使い手、細めの巨漢、ちょっと片言っぽく一昔前の漫画の中国人のキャラといった人物。作中の活躍でのトーナメント1回戦の相手は反海王。のはずでしたがジジイの勝手により中国連合軍が出来上がってしまったことで1回戦はなくなり、チーム戦のメンバーとして出場するのかと思われましたが、チーム戦の数合わせの邪魔とみなされ、各海王に陣中を突かれ混沌。ジジイ勝手すぎるだろ。技を披露する機会や戦闘シーンは一切なく出番を終えていました。以上になります。いかがでしたでしょうか。次回はジジイの権力によって生み出された。中国連合軍のメンバーについて見ていきたいと思います。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。